ホーム西気流法の伝令式踏切軽音機、当たり駅と気流市富士山の一関係富士山下駅は、群馬県気流市相よ町二丁目にある、高下電気鉄道高下線の駅である。駅名は、気流市内にある、富士山のすぐ近くにあることに由来する。単式ホーム一面一線を有する地上駅、無人駅である。駅の西気流駅方には、第三種踏切があり、軽音機は、 伝令式である。出典はいずれも気流士統計書より、最寄りバス停は富士山海域入り口となる。当駅と富士山の位置関係駅名の由来となった富士山は、いわゆる富士信仰による各地の富士山の一つで山頂には浅間神社もあるが、標高は百六十メートル、駅からの高さは約四十メートルの小さな山であり、静岡、山梨県境の富士山からは、 直線距離でも約1 3 0トル離れている。しかしその地面から外国人観光客が富士山の最寄り駅と勘違いすることもあり、2013年に富士山が世界遺産に登録されると当駅の存在も合わせて注目されるようになった。高下電気鉄道ではご乗車を防ぐ PR を行うとともに、この紛らわしい駅名を逆手に取った事業を展開し、 2013年8月28日、富士山に登頂しかつ、山頂の浅間神社内の祠にて、記念撮影した写真を、先着50名検定で、同9月1日同10月31日の期間、同社ホームページ上に掲載し、さらに掲載者には登頂記念認定証を、申定すると発表した。また、同日、同社ネットショップ上において、富士山回記記念入場券セットが、 発売開始された。2014年には当駅を富士山の最寄り駅と勘違いした外国人観光客を題材とした Google の検索アプリの CM が制作されている。ありがとうございます。